おはようございます。ドライトニュースの時間です。残念なお知らせがあります。統合版マインクラフトプレビュー版バージョン 1.21.30.25 のアップデートについて紹介いたします。今回のアップデートは前回のアップデートで仕様変更された内容がなくなりました。モブがメイスを持つとスマッシュ攻撃ができるようになった仕様変更がありましたが、変更したことによりメイスのスタック、エンチャント、耐久性に関するいくつかのバグを引き起こしてしまったようです。このように武器なのになぜか1スタック64個持ててしまうバグが誕生してしまうなど、このような問題が起きたためモブのスマッシュ攻撃の仕様が削除され元に戻りました。仕様変更して新たにバグを出してしまい、バグの処理が期間内にできなかったのでしょう。元の仕様に戻ってしまいました。今回は残念アップデートとなりました。ただ今後修正される予定なので、次のバージョンでできるようになるといいですね。以上、統合版マインクラフトプレビュー版バージョン 1.21.30.25 のアップデート内容でした。今回は修正アップデートではなく、修正キャンセルアップデートでした。アップデート内容もこれ一つのみで残念アップデートとなりました。そしておそらくこれがバージョン 1.21.30 のプレビューアップデートの最後になると思います。修正内容がこれしかないので、来週からおそらくバージョン 1.21.40 のプレビューになるかと思います。楽しみですね。こちらのアップデートはスイッチ版、 iOS、Android、Win10 版の PC、 Xbox 版、 PS4 にも来る予定です。それでは良い一日を。Thank you.